いいのかな。どうも、こんにちは、アダム徳永です、ね、そうなんですか。もう、三家太蔵と折島一平でやってますけれども、うん、やってきました。今日はなんか若干特別編ということで。そうなん、うん、もともとね、我々偶数月の最終金曜日に、はい、米粒社協のガラパゴスイッチっていうのをね、それを定期的にやってね、去年からか、去年の12月から、あの表参道の渡辺エンターテインメントのね、グラウンドという、もう地下にある、うん、そうやってたんですけれども、まあこんなことになりましてね。そう、12月から始めて2月やギリギリやれてと思ったら、例の緊急事態宣言ですか。そうなんですよ、だから僕ら弾き飛ばされちゃって、それ で4月はなくなって、はいはい、6月に延期になって、うん、その6月もなくなった、もろもろちょっとね、どうしても判断がありましてね、ごめんなさいね、開催できないってことで、で、もともと4月に出ていただく予定だったゲストが、当然ですよ、お招きしてましたからね。で、そのゲストにも、すいません、6月に申し訳ないですけど延期してもらっていいですかと、で、延期してもらって、で、いざっていう時にやっぱ6月もなくなっちゃったんで、そう、だから誰なあ、スケジュール2日もいただいといてね、何もできないっていうのはちょっと申し訳ないな。2回連続延期、代打のまた代打のさらに代打って、昔の河合じゃないんだからさ。いや、昔の河合も相当ですけど ね、もうあったそういう采配、うん、そう、あの頃の野球楽しかったな。いや、ちょっともう、もうやっぱりもう時間的にも限界だから、限界だから、うん、そういうことですよ。その方を今日だからお招きして、なるほどね、お話伺おうと、はいはい、もっとね、喋っていただく予定だったやつ やろうと、うん、いうことで本日来ていただきました。はい、ガラパゴスイッチ的にはですね、うん、およそ1年ぶりの登場でございます。まあでもこの人と最多出演していただいてんじゃない。そうですね、もうそれに近いでしょ。歩く職務質問ね。待って、なんて紹介だよバカ野郎お前。まあ至る所で、ね、もうちょっとまともなコピーを用意しろよ。悪さはしてるわけじゃないです。当たり前だって。職務質問よく受けるっていう、自分が職務質問されている T シャツとかも作ってますからこの人は。ですので、まあ、今ね、だから世界史ダークサイダーこの方名乗ってますけど、いや俺もね、うん、よく、いや折島さん本当に読書量すごいですね、うん、とか言われるけど、うん、この人に比べたらヘですよ。そうか、足元にも及びませんよ。まあいろいろ専門はね違うと思います。いやいやいや、専門とかもう広すぎて、もう俺は密かに極彩色の活字中毒って呼んでるもうこの人は極彩色の活字中毒ね、うん、そうそうそう、なるほど ね俺もちょっとお目にかかるんで久しぶりなんで、はい、楽しみです。はい、というわけで早速お呼びしましょう、うん、よこの番組では世界史ダークサイダーとして、うん、まあいつも呼んでおります。あくまで肩書きはね、丸谷久兵衛さんです。いやよ、ようこそ待ってました極彩色です。極彩色、まさに極彩色です。いやいやいや、飛びすぎて迷彩になってしまう。でもこの方見てね、一目でどういうご職業かって分かる人まずいないでしょ。だから、今フリーでやってるんですよね。まあそうですね。今どんなことしてるんですか。うん、いやもうね、はい、実際しゃべるくりですよ。しゃべくり、しゃべくりっていうのおかしいな。しゃべりの仕事は漫談じゃないしな。漫談でしょ。でもあのここで ね、やらせてもらうようなことの一人バージョン。はいはいはい。翻訳とか、あの映画の字幕とかやってないですか。いやいや、それもたまにありますけど、はい、今、まあ、映画すごいやつありましたよね。映画の字幕監修のやってますけど、ストレートアウターコンプトン、面白い、素晴らしかった。あの字幕監修されてる方ですからね。ね、ただね、あれね、シュールキャンプトンって言ってるアイスキューブが全然コンプトンしか知らない。最初から嘘つきっていう。そう、素晴らしいですね。だって心配して、だって沖縄ヤクザ戦争って映画があったじゃん、うん、俺撮影全部京都でやってんだよ。タックルせえタックルせえって言ってるんだよ。森田秀夫がひたすらさ、内縄口喋ってるんだけど、撮影場所全部京都だから。あれそうか、お前沖縄全然ないんだよ。ストリートアートコンプトンの場合ね、ラッパーは一応自分の身に起こったことをラップするようなふりしてるでしょ。あ、なのにそっか、あくまでだからあれノンフィクションっていうか、そう、あ、じゃあ俳句と一緒なんだね。嘘は良くないみたいな。そう、なんだけど、どんな例えなんだけど、その実はあれは先輩、コンプトンたちの、コンプトンに住んでる先輩たちのために書いたんで、うん、僕はサウスセントラル出身なんですけど、最初から嘘つきだから。後に役者として大成したのも、なるほどな、なるほどっていう話でございます、ね。許される嘘ってことね、うん。まあだから最近は本当にあの自分で、まあそれこそあのね、同じ、まあコロナのおかげで同じ目にやってますけど、うん、割とそのいろんな、箱で、箱を押さえて、はい、まあイベントをやってきたわけですよ。僕もね、ずっと丸谷さんのイベントの聞き手をやってたんですけど、編集者でもいらっしゃる。そう、うん、で、ご本もいっぱい書かれてるから、ね、そう、うん、あの台湾のね、うん、案内するだったり、特殊ガイド本だったりとかね、そうですね、うん、あるいはもうヒップホップ関係のそうね、音楽関連の専門書、あとね、
あの、うん、僕としてはね BL 仲間でもあるわけです ね、 そうですね、ボーイズラブものを結構好きで、やっぱりね、うん、ビスマルクとさビスマルクはあの鉄血三将の方じゃなくて、いや鉄血三将、鉄血三将とルートヴィヒ2世が絶対に怪しいと思うでこれはまだ受けるんだけど、これはまだ受けるんだけど、どんな、いえ、サラディンとリチャード1世が受けないんだよ、これは世界史でね妄想したりとかね、いや、あの、いや多分ね、あのだって普通の普通のイングランドの騎士が熱病、違う、リチャード・シシシン王ですよね、シシシライオンハートね、言いにくい、シシシン王、リチャード・シシシン王、これでシシシン王って言ってる人見たことないけど、世界史、え、ちょっとね、あの調べてください、はい、視点でね、いや、そのね、そのリチャード・シシシン王が熱病で倒れたと聞いて、うん、サラディンはピーチシャーベット作って送るってどうやって、うん、ああ素晴らしい、よりによってピーチを、敵の中の敵ですもんね、そうなんだけど、ね、あの二人はね、だって、いや、うちの弟とそちらの姉を結婚させようってどう考えても発想が、それはまあこういうことをね常に考えてる、そういうことです、はい、音楽的にもねブラックミュージック造形が深くてね、そうだよ、それ取ってつけたように言わなくていいです、いや本当にいや俺だからもうマリアさんの本のおかげでいっぱい俺トゥーパックのこととか全部勉強したからな、俺ジョージ・クリントンのことを、ね、おーそうだよ、ジョージ君俺学びましたよ、ジョージ君俺だ分かるわよ、うん、俺だってクリントンってのはビルだけじゃないんだなって分かる、そうだよそうだよ、マリアさんの本のおかげで、うんうん、そう、ヒラリーが負けてもジョージがいるとかそういう話です、うんまあそんなマリアさんですけれども、うん、はい、この期間はもうやっぱりイベントもそうなんですよ。で本当にまあやっぱりまあ皆さん一緒だと思うんですけど、そのコロナウイルスでまあいろいろ予定狂ったじゃないですか。もう大狂いですよ。ね、で、実はね5月の私の場合あのとてもねまあまあ正直で3月からまあいろいろ潰れてますけど、特に思い出深いのが5月の後半に予定していたイベント2発っていうのがあるんですよ。でなんで5月の後半に予定していたかというと、その私が大好きな映画シリーズ2本が、大好きな映画シリーズ2つのねそれぞれの新作が5月の後半にまあ日本を封切りされる予定だったんで、それについてそれその2つについて各2時間喋ろうっていう仕込みボーって燃えてたんです。でちょっと今からこれでお見せしましょうかね。はい。でそれはですね、シリーズものといえば、シリーズものといえばまさか俺も好きなあれかな、いや、あのワイルドスピードシリーズ、あーそう、ワイルドスピード、まあほら、何の9名語ってるんで、3回に1回はヴィン・ディーゼルの話になるっていうのはこれはね、まあ達夫さんは身に染みて分かってると思うんだけど、そう言っちゃうと、なんかそのなんていうの、まあ言い方ですけど B 級映画マニアっぽく映っちゃうかもしれないですけど、決してそんなことなくて、うん、マリアさんはあのスタートレックの中に出てくるクリンゴン語っていうのを、うん、あの自然に喋れる、まあ人類でも3人ぐらいしかいない人種ですよ。いやもうちょっといると思うんで、上にいや、あの3人あれですね、タッパッタッペッあ今のあの有名な生きるべきか死ぬべきかっていう、あ今のが普通ビーオアナッツビー、クリンゴンの作家であるウィシュアプシャカベアっていう人が書いたタッパタッベ、さあこの時点で何人の人がついていくのを諦めたんでしょうか、そうだそうだ、まあいいや、あのすいません、でワイルドスピードというシリーズの最新作、ああ5月末でしたっけね、5月の末、予定はね、いやだった、いや確かに楽しみだった、だってしょ、でその砲台ジェットブレイクっていう、もうジェットブレイクもうあの目も当てられないような砲台がまたついてるね、テレビ東京での再放送決定みたいな感じです、ね、アイスブレイクの次ジェットブレイクでそれがですね、どうなったかと申しますと、はい、来年の4月2日まで伸びました、随分伸びましたね、一番豪快に伸ばしましたね、1年近くになっちゃったわけですね、そうですね、11ヶ月という珍しい、まあ、普通ね、もうちょっと小出しにして伸ばすんですけど、ビン・ディーゼルさすがに思い切ってもう11ヶ月ドーンってね、やっぱ地球の平和を願ってるわけですから、 そして誰も傷つく人がいないっていうのがねまたいいところじゃないですか、うん、はい、そしてもう一作、はい、もう一作これです、うん、ピーター・ラビット、そうなの、これシリーズものになってるんですか、ピーター・ラビット2です、あそうですか、ほら知らんかったな、ちょっとラビットの個性がありすぎてなんかちょっとすごいね、うん、あのこれね、みんながあの怖すぎて絶対ウケないって言ったのに大受けしましたからねマジでそうですよ、あのほら熊の映画なんだっけ、パディントンか、パディントン受けたからって、パディントン受けたからってこれ受けると思ったら間違いだぞって言ってたのに、むっちゃ受けましたから、そうなんだ、でこのピーター・ラビットがどうなったかというと、これがうちに来た PDF なんですけれども、もともとアメリカでは4月3日予定でした、それが、この時点で8月7日まで伸びました、
アメリカでもそもそもあれやってないんで、そう、あ、まだでそのこれ、ですね、3月11日時点かなの、に、日本のソニーエンターテインメントから4月3日全米公開予定だったものが、8月7日になりました、うん、で、日本でも5月末予定だったのが、うん、2020年代の未定になりました。あ、ところがその20日後にまた PDF が来まして、8月7日予定だったものが2021年1月15日に決まったんだ。でも全米での公開がさらに伸びた。そうそう、で、うん、日本での公開は未定ですが2021年ですと、で実はですね、私はだからこれにこのタイミングで、まあだからね、関係者以外でピーターラビットの延期にこれだけダメージ受けてる大人も珍しい でもこれ、いや言っとくけど大人向けの映画ですよ。そうなんだ、大人向けですよ、うん、でもまああのね、なんかこうウサギが横飛びしながらトマト投げたりするこれ最高じゃん、それ超面白いじゃん。これね、パシフィックリムみたいなの、もうイエーガーがトチューンってやるの、ムチ投げてるのと同じぐらいのアクションですよ、ね。まあそういう映画を、まあね、だから私ピーターラビットとても気に入ったので、はい、このピーターラビットのその5月のタイミングで、はい、ライブをやる予定だったピーターラビットに公開に合わせてだったんだけど、なので今日はですね、はい、その本来このピーターラビットに引っ掛けてやるはずだったネタをここで披露しようと。ありがとうございます。じゃあまあこれ公開する時にもね、ずっともう見てもらいたいやつ。いや、これ意外だね。俺シリーズもって言われたから、てっきり、あ、一片っぽはダブルオーセブンかなと思った。ダブルオーセブンね、まあそうだよね。ノータイムトゥダイね。ノータイムトゥダイ、あれも楽しみにしてました。ああいうのは、もう名だたる評論家がいっぱい言ってくれるから。今度だって、あれ、敵役、悪役があれだろ、ボヘミアン・ラプソディのあの、フレディ・マーキュリー役やった彼だから。そう彼が悪役で出てくるんだよ。素晴らしいのは、あのエジプト系の俳優が、宗教絡みのヴィランにはするなと。それが条件だった。なるほどなるほど、そっちの話もいけるじゃん。まあまあそうなんですけど、まあ、でも丸谷さん、いや、丸谷さんしか語れないのピーターラビット、はい、なので、あのね、さっきもおっしゃってましたけど、そのちょうど1年ぐらい前にね、うん、あのガラパゴスイッチに出してもらって、うん、はい、その時は、世界史スーパースター列伝後編でした、覚えてます覚えてますよ。で、パート2をやらないのが丸谷久兵衛で、今回は誰も怒らないですよ、世界のトリックスター列伝でいけますね。何だからピーターラビットだからさっていう話なるほど。ピーターラビットだけで怖いんだか分かんないやつ、なんか特集した方が多分女子の人気がもうちょっと上がるんじゃないかなと思うんですけど。まあね、うん、まあまあまあ、この米粒社協の動画の 96% がやっぱ男性なんで、そんなかちょっと上げたいな。そんなに男度高いの、俺たちは。もうちょっと頑張りたいな。ああ、そうか、そうか。それあの前もって言ってくれるんだまあ、あの今回はトリックスターなんですよ。で、トリックスターとは何かというと、うん、まあ神話とか物語の中で、いろんな秩序を破壊し、はい、うん、その分物語を展開していくキャラクター、引っかき回し役ですよね。そうなんです、で往々にしていたずら好きであると、うん、で面白いのは常に、はい、ほぼ常に二面性を備えていて、善と悪、破壊と創造、そして賢者と愚者で、これは正直言って、あの今言ったのはほぼウィキペディアから引っ張ってきた。あ、丸谷定義ではないんですね。で、丸谷定義はこれです。まずは悪にして善、善意を持たず悪意を持って行動してるのに、往々にして世のため人のためとなってしまう。これは深いですね。まああれですね、パタリロに出てくるアスタロトにちょっと、なるほど、似てますね。ハイヨレニアルコさんとかもこの系統だな。まあな、まあない、そう、ナイアーザスナップを、発音しづらいんだ。そうそうそう、あれもね、ニャルコさんもね、ナイアーザスナップもね、あれはニャララトホテプとアニメの中では言ってるけど、正式な発音が、英語だとナイアーザスナップで、あの人がクトゥルー神話の中で唯一のトリックスターじゃないかラブクラフトの、そう、クトゥルー神話ね、そういう話があるんですが、でもこれコメディとして料理しやすいですよね、映像作品だもんね。そして丸谷定義2つ目、ずる賢くて同時にとっても間抜けなんです。お、絶対両方あるんです。賢いけど抜けてるところが、ウルトラずる賢いんですけど、とても間抜けです、うん、そして、割と躊躇なく屈託なく嘘をつきますで、とても愉快犯的な存在でもある。なるほど、ひねくれた笑いを追求する、うん、さらに
アウトサイダーにして、教会をしばしば行ったり来たり越えやすい。教会っていうのは？いろんな境界線です。まだこれはだから、生と死とか、生と死とか、性別とかね。ああ、それも含まれますか。とか、そのいろん、最高ですね。そうそう、いろんな世界をこう、引っかき回して、つなぎ回したりとか。なるほど、越境者なんだね。そうなんです。そこがトリックスターだという条件ですね。で、うん、そんなことをやってる間に、世界を変えてしまうことが、だから物語の主人公になることはまあまああるわけです。確かにそうですね。でまあトリックスターというのはその、まあ、世界中の神話とか伝説によく見られるんだけど、まあ、キリスト教との接触時に割と悪魔と見なされることが多かったんですよね。あ、なるほど。なんでかというとその二元論的な考え方では、そういう善悪を合わせ持つ存在を神とはなかなか捉えづらい。なるほどね。で、ここからで、ね、まあ、この後ちゃんとあの私が好きなトリックスターにも行くんですけど、ここからは私があんまり好きじゃないというか、いや一般的にトリックスターって言われてるけど、ほんまにと言いたくなる。なるほど。じゃあこのトリックスターに物申すのこれですね。意義あり系。わかりました。意義あり系。意義あり系。早速めんどくさい部分出てきますよ。まずは、はい、ギリシャ神話のプロメテウス。ああ、火を盗んだ人。そう、プロメテウスってトリックスターって言われるんですよ。で、まあ、でも人類に火を与えて、ゼウスに恨まれて、毎日肝臓をね、ハゲタカかなんかについばまれて、で、毎日肝臓が生えてくるから、永遠に苦しみが終わらないって、ゼウスどれだけ性格いいんだ。嫌な、嫌な拷問だよな、だけど。で、だから神々を出し抜いて、その、ね、人類に贈り物を与えたという意味ではとてもトリックスターなんだけど、ちょっと真面目すぎない どこが笑えるのっていう。なるほど。そのあのコメディアンとしての素質に欠けるとか。そうそう、愛嬌ないと。そう、嘘つきがない、ね、トラジックヒーローでしょこれ普通に考えて。まあまあまあそうかもね。そう、なるほど。だから真面目すぎない。プロメテウスって言われてピンとくる人がどれくらいいるか分かんないですけど。いや、あとそうね、エイリアンシリーズのプロメテウスの何がプロメテウスか全然分かんないのもプロメテウスだったな。なんで限定したんだよ文で、まあいいけど、まあだからちょっとこれ、まあ、文化英雄ね、カルチャーヒーローって言われるんですけど、そのだからそのいろいろもたらしてくれたから、ちょっとねトラジックすぎないかっていう。そうですね。はい、で同様に、はい、まあ、私大好きですけどケツァルコアトルね。ああ、ケツァール、うん、これは中南米のね、あのアステカ神話の蛇、羽毛がある蛇の神なんですけど、人類にチョコレートを与え、トウモロコシを与え、もしかするとポップコーンまで発明したかもしれない蛇の神なんですが、ちょっとねこれまたね、あの兄弟にしてフグ大天の敵であるケツァル、あ、違う、テスカトリポカとの争いに敗れて、故国を追放され、一の足の年に帰ってくるとかって、そういう存在なの。なんかね、だから文化英雄、また例によってカルチャーヒーローで文化英雄じゃあ、だから神でしょ。いや神ですよ。神なんだこれ。プロメテウスだってほぼ神じゃない、まあそうだけど。でもほらさっきみたいなのに神神話とかの人物が、あのキャラクターである以上、トリックスター神っていくらでもいる。なるほどなるほど。でこれも神なんだけど、たまにトリックスターって言われたけど、ちょっと真面目すぎないかっていう。真面目なの、まあ、顔の造形はだいぶファンキーですけど ね、 面白いけどね。今回に関してはまあまあいろんな造形がありますけど、まあ私ここにケツァルコートル入ってるんで入れてんの。ここ好きなんじゃん。じゃあ好きだけど真面目すぎてトリックスターじゃないと。ここにケツァルコートル入ってますけどっていう人見たことがない、ね、あんまりいないかもしれないそうなんだ。だからやっぱり私が好きなケツァルコートル、私が好きなトリックスターというものを、はいはいはい、ね、ちゃんと今メキシコ文脈で言うとね、モノボースは2つで終わりなんですね。そうです、わかりました、はい、メキシコは含まないと。そう、あの、ね、もっとねこう一言で言うと、プロレスファンに分かりやすく言うと、エディ・グレロです。アライ、アチーフ、アスティール、WWE の、ね、WWE、あのもう亡くなりましたけど、メキシカン・アメリカンの名レスラー、エディ・ゲレロ。あ、38で死んじゃったんですか。これ若いわ。だからほら、俺は嘘をつき騙し盗むって、これがないとトリックスターと言いたくないっていう、NBA でいうとデトロイトピストンズってことですよね。だからね、それ集団じゃん。いや、ね、もうちょっとそのバッドボーイズって言われてロットマンとかに、ロットマン、デニス・ロットマン、そうですよ、ね、悪のままに、悪のままに、悪のままに、デニス・ロットマン、デトロイトピストンズのメンバーでしたから、はい、なるほど。そうだから、アイダイ、アチー、アスティールっていう曲があるんですね。そういう曲なんですね。曲もある、で、この
この精神がないとダメなんじゃないかとか、うん、あなるほどね、そういう観点で、ええまあ、世界 の, そのトリックスターを見ていくと、はい、ちょっとここからはですね、チーズって最高っす、うん、ライチーズいいでしょ昔動くな死ね蘇れって描かれてるロシア映画でよ、動くな死ね蘇れってどうすりゃいいんだよって言うじゃあ何をすりゃいいんだって言いたくなるよ、まあ、2時間のうちにやるなともかくとして、それ一瞬でやるって言われたら絶対悩みます、ね、ですよね、うん、まあちょっとここからはよく、はい、あの普遍的なトリックスターということで、はい、あのその誰だろう、誰その名前がないような、え名前がないトリックスターのパターンとして、世界でよくあるトリックスターのパターン、もちろんキツネです。あーそっか、キツネ、そうか、うちの国でもそうだし、キュービのキツネとかいう時 の,、まあのがよくそうですけど、うん、まあ尻尾9本生やすの大変なんですよ、あれ家居がね家居がね、家居あるんですけど、キツネ界の家居って60年に1遍しかないので大変なんですよ。えキツネに家居あんの？あります。えどそれは何、中国の世界観の中でまあそうですキツネの神々、まあ、いやえどういうこと、ちょっといいかな、うん、俺たちの会話いろんな人置いてきてないよ置いてきすぎだろ。家居っていうなんかちょっと中央時々差し挟めよ。そっかそっか、家居ってのは試験地獄のことね。試験地獄、ね、試験あの中国の管理東洋試験で、家居ってあの新書面白かったね。科学の科に今日は選挙の挙っていう字を書くんですけど、超センター試験ですね。超センター試験ね。そうそうそう、あの昔のだから共通一次の地獄がさらにあの悪魔化したような、まんまちょっと東大共通一次みたいな、ね、そういう感じ、ね、その試験のことだな、家居、はい、それあの狐の場合60年に1回しかないから、え60年に1回誰がそのえそれはだから五行説とあの十二支合わせて60年に1回、それに合格すると、うん、あの一流の狐ってことですか、ちょっとしたその一流の狐、同郷的なパワーを、うん、一流の狐、飛べない豚はただの豚だそっちそっちでもそういうことですよね、まあ、そうです、でまあその東アジアもそうだし、まあそこあるある、ずっと西に行って、キツネ月なんて言われますからね、日本、これです、えー、キツネのルナール、これはー、ヨーロッパ民話史上最強最悪のトリックスターですね、まあ、オオカミもライオンもクマも全員騙されてもうひどい目にありますから、ああなるほど、あ面白い、何して東洋でもね、ほら虎の尾から狐ってね、ああいうね、だからまあ完璧だったっけ、うん、出てくる、でまあ騙したりなんだりする、だから、うん、ユーラシア全土に、うん、まあ割と狐をトリックスター視する傾向がある、え日本だと狐の天敵ってまあ狼になってて狼信仰ってありますけど、向こうでは狐の天敵狼じゃないんですか、ライオンが王様ですね、あライオンか、狐物語の中ではライオンが王なんだけど、王が、まあダメなんだダメなんだダメなんだで、狼は狼で威張ってるだけで頭回らない、なるほど、だから力が足りないが、スリックでスマートな狐が全員出し抜いていって、っていう話、やっぱ悪知恵とね、本当にひどいですよ、視力深さは狐なんだ、なんだろう、でもさトリックスター、コメディアンとしてのトリックスターだと日本だとタヌキの方がなんか可愛らしいイメージあるじゃん、それね、やっぱり彦市と吉兆もどっちを取るかみたいなだって思いません、彦市が狐なら吉兆もタヌキってずっと思ってるのよ、思ってる思ってる、絶対俺大分麦焼酎の話以外で吉兆って発音する人も久々にあったよ、そうですね、もうそんな発声が多すぎて、漫画日本昔話やってましたよね、吉兆も何ですか、まあいいや狐ね、そう、あの吉兆さんのトルコバージョンがホジャ様っていうらしい、もう広げなくていいよAnyway そうだから狐は割とその、この通り狐は、ユーラシア全土に、でトリックスターされてるが、ところが、アメリカ大陸では、コヨーテが強すぎて、キツネがトリックスターになれない、コヨーテ、コヨーテ、コヨーテって何、なんて説明すればいい、でもちっちゃい狼みたいな、親戚は狼ですよね、狼の親戚で、どうやら自然状況下でも狼とのハーフはできるらしい、だからもしかしたら同じ種じゃないかって話もあって、なるほど、でコヨーテと犬のハーフが立ち悪いらしいですよ、ね、あそうなんだ、なんでそこで急に声の通りに噂みたいな、なんでそこで言ったのご近所の噂みたいなってますけど、そんな
近所にいないから奥さん実はみたいな口調になることないでしょ。ホイドッグっていうんですけど、まあまあそういうハーフがとてもね、柄が悪い、価値が悪いらしい。で、まあだからあれですね、だからコヨーテがそのアメリカ大陸であまりにも支配的なそのトリックスターのその地位を獲得しているがゆえに、キツネが進出できないと。これあれ、あのアメリカではケバブが進出できない、なぜならばブリトーが人気だからと、ちょっと似てるかな。例えいらなかった、いらなかったかもしれない。で、あとはアメリカの、まあ、アメリカ大陸西海岸、ちょっと北西の方ですかね、北西沿岸ではカラスがトリックスター。あー、そっか、カラスちょっと抜けてるところもあるみたいなね。でも知能も高くて、でもどう考えても頭いいし、そうですね、頭いいし。で、あと一部では、あ、クモですね。そっか、クモね、そうですね、うん、確かに頭良さそう、視力深いみたいな、そういうイメージありますよね。と、まあ、これが普遍的なトリックスターなんですが、ちょっとここからはあの時間の許す限り、地域別にあのすごいやつ、地域別やべえトリックスター、予選ね、予選のトーナメント戦、聞いてみようか。まずは天下一武道会。お、そうです、スカンダビア半島。はいはい、いいじゃん。もう北欧といえばロキですよ。ロキね、さ、ロキの話したいだけじゃんそれ。まあね、いや、ロキ好きでさ、ね、ロキ好きですよね。このさ、古い絵画のロキひどいでしょ。すごいひどい。季節的に合ってると思うよ、今6月だろ、ロキは今、雨が下しるサツキからみたいな。俺そういうの好き、そういうの好き。こういうの、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 ちょいちょい挟みたいな。そうだね、こういうのさ、挟みたいな。そういうコンビだから、俺ら。でも、あの、ますますですね、あの、その女性客。いや、これ男性客でもあんまり変わんないと思う。いやいや、もう潔く女性票なんて諦めろ。そうそう、あの、この古い絵の方はひどいんだけど、新しい絵の方、これだから男性同士の絡み合いがすごいですよ。そうですね、これあの下半身見せられないようなことになってるんで、左の方なんか絵のタッチがなんか天野義孝みたいな。いや、俺もそれ言おうと思った、あのファイナルファンタジーのね、天野 BL 義孝みたいな。分かる分かる、天野リスペクトの同人作家の絵みたいな感じでしょ。ちょっとタッチがね、そう、多分その火に髪の毛燃えちゃってる方がロキだと思うんですけど、ロキがその氷の美青年をこの羽交い締めにして、その下半身をちょめちょめしてるって、ちょめ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 言わないな、懐かしいな、もう大好きだよ、もう。で、まあ、ちょっとこれでは落ち着かないので、こっちに変えますが、まあ、ロキはね、あの本来巨人なのに、なぜかその神々の仲間入りして、オーディンの義兄弟。で、ね、何が好きかっていうと、スカンジナビアの神なの？そうです、あの北欧神話に出てくる。北欧神話か、そうか、北欧神話の神。北欧神話の神。で、弁が立つんですね。そう、もう早稲田の雄弁会なんか蹴散らすぐらい弁。あ、本当に？すごい。あそこはちょっと質が違いますから、雄弁の質がね。まあでも雄弁な人はしばしばそうであるように、とても嘘つきなんです。ああ、なるほどなるほど。ウルトラ嘘つきですね、本当にね。もう息をするように嘘をつく。ああ、じゃあトリックスターですね。野獣だね。で、ユーモアはあるが、性格が悪い。あ、ユーモアあるんですか？ユーモアあります。なんか今のところ面白い要素伝わってこないですか？あ、まあちょっとハンサムすぎるからね。そうです、そうなん、ハンサムなんですよ、こいつ。なるほど。で、なんか性格が悪くて弁が立ってハンサムって、最高でしょ？まあ、確かにね。家族とか仲間にいると迷惑だ。至近距離にはあんまりいてほしくないみたいな。だけど、あの、見る分には。1キロ離れて見る分には、ああ、いい光景だったんで。確かに面白い。そう。で、面白いエピソードとしてはやっぱりあの改築工事を値切った件。何あのアスガルト、あのアスガルトっていうその神々の城なんですけど、城は壊れちゃったので、そのちょっと改築工事を誰かに頼もうとしてたと。そしたら、このような、屈強な大工さんが来たと。で、6ヶ月という短期間で全部やりますと。で、報酬はお宅で一番美しい美女のフレイヤですって。大体みんなね、みんなフレイヤ欲しがるんだ。大体フレイヤ欲しがる。で、ロキがどうせ間に合うわけないからいいんじゃないですかっていう。大体そういうこと言う。大体ロキがそういうこと言う。で、あのみんなスネ夫だね、だからどうせ間に合うわけないですよ。やってもらえばラッキーじゃないですかみたいな。で、それに、あの、それです。うん、そうだなって言っちゃうオーディンもオーディンなんですけど、で、そうだなって。で、ただし大工が、あの、ちょっと僕一人じゃ力不足なんで、馬を使ってもいいですかと。で、まあ OK にしようって言ってしたんですよ。そしたら馬がとてつもない働き者で、なるほど。で、その6ヶ月の締め切りが近づく中、とてもどう見ても完成しそうなんですよ。あ、もう納期に間に合っちゃう。間に合っちゃう。で、みんなが
ひどいよ。そこでオーディンを攻めるの、うん、そこでオーディンがロキを攻めるのがおかしいと思う。うん、だってオッケー出す。まあね。あの誰が反抗したの？そう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 。最後の反抗したのは誰ですか？うん、オーディンだと思います。うんうん、なんですが。すぐ間に合って、これフレイヤ取られちゃう、どうするよ。ロキどうするの、お前のせいだって。お前のせいだって、必ずお前のせいだって、うん。で、ロキも、まあ、悪いやつなんだけど、起点は効くので、じゃあどうにかしましょう。うん、と言って、何をやったかというと、うんうん、馬の気をそらせれば、多分間に合わない。そっか、馬が、馬がね、働き者だから。なので、馬の気をそごうと、なんだよ、人参、うん、メス馬に化けました。メス馬に化ける、メス馬に化けて自分が魅力的な馬になるって発想なんですね。あ、面白いじゃん。だからほらユーモアがある。ボーダーを飛び越えちゃう。確かに確かに、そっかそっか、ね、メス馬に化けて雌雄の差を超えちゃうわけだ、うん、で、オス馬を誘惑しどっかに行っちゃうんですよ。誘惑すんだ。そう、うん、で、ほらほらもう誘惑に駆られて暴れてるぜ。いや俺これ見たら俺すぐあの小話思い出しちゃったよ。俺何、西部を旅してたって思うんだよ、うん、ね、西部を旅する馬に乗ってるさ、旅してた男がさ、うん、あの目の前にね白蛇がアーッと来て噛みつこうとした、うん、でパッと腰の拳銃抜いて撃ち殺そうとしたら、その白蛇が、うん、すいません命だけは助けてください、うん、その代わりあなたの願いを3つ必ず叶えて差し上げますよ、うんうん、ほんでその西部の男は、よし分かった、じゃあな、俺の拳銃のこの腕前、この早打ちを西部一の腕前にしよう。分かったな、分かりました、うん、でそれは俺のこの顔、西部一の水の滴る美男子色男にしよう、西部一のハンサムにしよう、いいか、分かりました、二つ目な、よし、じゃあ最後の三つ目、俺のこのもの、いいか、俺のこのもの、うん、俺のこのものをね、今乗ってる馬並みにしよう、分かったな、ってこの三つの願いちゃんと叶えるかお前、って、うん、分かりました、必ず叶えて差し上げますって言って、うん、白蛇がスーッと消えたって言うな、うん、ほんで翌朝、うん、宿に泊まって起きてみたら腰の拳銃抜いてみたらものすごい回転が違う、うん、もう俺に勝てなさいね、鏡見たら別人みたいな色男が映ってる、よし最後の一つが楽しみだってパッとパンツ下ろしたら、うん、しまった、昨日の馬はメス馬だったっていう。よくできた、よくできた。なるほどな、ね、あれ思い出しちゃった、大好きなんですよこの小話。ロキっぽい、フレックスターじゃん。あれビもロキだったのかもしれない、ロキだったのかもしれない、割とねフレデリック・ブラウンの小話みたいなのがあったんだけど、まあいいや、それでごめんなさいね、時間がないけど、それでロキが誘惑して、まあ、あの馬を間に合わなかった、で間に合わないことを見て取った大工が本性である巨人に戻って大暴れしたので、あの神様はこれは躊躇することないなって言って、そいつをとっちめたと。で、あとちょっとの残りは別の業者を雇ったんでしょうね、で完成させたので、ところがですね、ロキが何ヶ月も帰ってこなかったんです。え、どうしたの。帰ってきた時には、うん、この通り、子、うん、馬が生まれている。ロッキーしょうがねえ、やばい、BL 的にもトリックスターじゃないですか。そうなの、だからね、この子馬がスレイプニールといって、うん、まあ、あのコンピューターに詳しい人がスレイプニールで、ああスレイプニールねって分かるんですけど、うん、8本足の子馬、魔力を持った8本足の子馬で、これがオーディンの相場になるという。ヤタガラスオロチってのは聞いたことあるけど、8本足の子馬、ヤタガラスと一緒じゃないか。まあそれ以外にも何があるかというと、そうですね、うん、あの、まあ、最強助走計画といいまして、何何、これがあの、これ今くるくる回転しているのが、マイティソー、トールの武器であるこの ミニョミールの土、うん、でこれがこの、発音できない名前の巨人に盗まれたと、で巨人が返してほしいならフレイヤーをよこせって、またそのパターンだったよね。そう、また、うん、やり取りの対象なの必ず女性なんだ、必ずしかもいつもフレイヤーで、フレイヤー嫌ですって、うん、当然ながら嫌ですって、よし、じゃあマイティソーを助走させようって、なぜその話になるのかわからないが、マイティソーを助走させて、で次女として、ロッキーがついていくと、でマイティソーはそのすごくベール、あの花嫁ベールかぶってるからわからないっていう、ところが、日本誕生の時もあの三船さんのあの大和たけるが助走したからね。あ、そうですよね。助走してましたもんね。ただマイティソーはちょっとごつすぎてなかなか助走しづらいんじゃないかって話もあって、実際あの婚礼の宴で食べ過ぎて、これ本当に花嫁って疑われるんだが、ロキが実はあのうちの姫様はあなたのことを思って何ヶ月も何ヶ月もそれ、何日間も食べてなかった、喉を取らなかったの今まで、もう本当に息を吸うように嘘が出てくる。そうで、これロキがいなかったらむっちゃバレてたねって言いまして、あの普通だったらみんなバレるのに気づかないふりをしてくれるので、まあ、最強助走計画かなと。
で、あとはもちろんあの金髪美女丸刈り事件。なんでしょうロッキー。これはロッキーのロッキーがあのマイティーソートールの奥さんのが寝てるところに通りかかって、なぜそこに通りかかれるのかよくわからないが、丸刈りにしちゃうっていう話。なんで？なんとなく。なんとなく。なんとなくかい。嘘。いやが息をするように。もうちょっとなんとかその。いや息をするようにいたずらをするから、ね。本当、じゃあいたずらなんだ。そう。愉快犯。で当然ながら起きてみて。となってな、でこれが問題なんですけど、うん、そういうことが起こるとみんなあロキだって分かっちゃうわけ。またロキの仕業、これオーディンだよなって誰も言わない。なるほどなるほど。あまたロキだって、うん、でまトールはもちろんお前またやったなって、うん、でもうお前またやったなってゴーって怒ってて、でじゃあどうしようかなって話になって、あの髪の毛をなんとかしろっていう話になり、あのこのようにですね、地下の小人、まあ、ドワーフですよ、ドワーフに、ウルトラリアル植毛をさせるっていうAGA みたいな。そうだ、金属、金で作ってるのにちゃんと伸びるとかって謎の植毛をさせるっていう、でこの時にあのこのドワーフたちにいろんなものを作ってもらい、それを持って普通そこでやめとけばいいのに、それを持って別のドワーフとこに行って、あのドワーフはこんなん作ってくれたけどお前これを上回るもの作れるとかって、どんどん騒ぎをそう大きくするんですよ。なるほどなるほど。でこれをよりいいもの作れたら俺の頭をやるよ。でも頭やるってアンパンマンじゃないんだから。いや でもそこでオチがあって、最終的にその B 集団のドワーフの方がいいもの作っちゃうんですよ。あじゃあで頭どうするんですか。頭はやるけど首は傷つけるなよって。ああ、ベニスのシャイロックだ、シャイロックだ、シャイロックの論理、トンチというようなことをやり、最終的に、神々の黄昏までまいってしまうっていう、これもすべてロキのせいなので、考えたらロキって結局この話の主人公なんじゃないですかっていう。なるほど、北欧神話では主人公級のトリックスター、うん、じゃないかという気がしています。なるほど、バトルオブザゴッズね。でね、インドとか中華圏にも当然いるんですが、はい、インドと中華圏行ってる話してると、まあ、それだけであの30億ぐらい30億人ぐらいいるので、うん、はい、割愛します。トリックスター30億人、いや、ね、30億人分のストーリーっていうと、これは他の世界は語れないなという、まあ、そうですね、広域的にもね、となるのでいきなり日本です。日本、はい、でね、日本はね、あの日本でトリックスターっていうと割とスサノオが出てくるんですよ。あ、はい、なるほど。ただスサノオって割と暴れてるだけ、泣いてるだけ、暴れてるだけ、人を殺すだけ、人を神を殺してる、その頭脳はどこへって、失礼ながら、その頭脳プレイはどこへ、あとひたすら荒ぶってる、そう、あとユーモアも足りない。なるほどね。丸屋定義におけるとやっぱトリックスターとしてはちょっと、そうで、もうちょっとね、あのこっちの時代に近い人だと、私はまあ鎮西の人が好きなんですよ、うん、でこの人はもうちょっとそのスサノオよりは話が、あの最近のことみたいに紹介しましたけど全然昔ですから、これね、源の為朝ですよ、1000年ぐらい前ですかね、源の為朝、保元の乱で大活躍保元平治の乱、保元の乱で大活躍ですよ。保元の乱で大活躍つっても、あのストクインの側についてから負け組なんですね。なるほど。で負けてその、まあ、流されてしまう。身長2メートル10センチ、設定は。すごい、セブ振った、で、で、負けた時にね、弓をちゃんともう引けないようにって言って、ここの関節を外されるんだけど、で、ただ治ってみて弱くなったけど、手が長くなったので、結果プラスマイナスゼロだったっ。なかなか気の利いたバスでした、ね。無で。あの、馬琴の鎮西弓張月の主人公だろ。弓張月のね。だからね、それは面白いんだけど、やっぱり頭脳プレーにかけるんですよ。なるほど、まあまあ確かにね、タメトモやっぱり力一本勝負っていうね、誰だろうじゃあ。でちょっとね、まあ意外なところで、カツオ頭脳プレーで、ほうほうほう、いろいろこう、上の人をギャフンと言わせた、今時言わないギャフン、と言わせた人として私は、はい、ちょっとね、小野の高村を知ってる。小野の高村さん、頭を使って権威に逆らった人物としてね、渡野原八曽島かけて漕ぎ出ぬ人には告げよ天の釣り船、三義高村ね、三義さん、ね、でこの人がその佐賀天皇と割とトムとジェリーのような戦いを繰り広げて
どんな例なの、うん、いや、だってお互いその最終的に追い詰めるつもりはどうやらないらしく、うん、あ、ね、そのね、あ思い出した思い出した、佐賀泣くば泣けんとか、でその中でですよね、これだ、これは何ですか、これいや、でそのね、いろんなトムとジェリーの戦いの中で、佐賀天皇がお前そんなに威張るんやったらこの、この文字12、こう並べてある、これ読んでみ、読み下してみって言うんですよ、読み下し、うん、でこれだ、私はどんなものでも読み下してみせますって、なるほど、あの小野高村が豪勢したからね、微笑ましいやり取りじゃないのかよ、だからだからトムとジェリーでしょ、ね、でそれに対して、はい、小野高村が呼んだのは、猫の子の子猫、獅子の子の子獅子。いや、うまいよな。うまいよな、これ。当時としてはこれ。平安時代にこんなことやってんだから。で、その小野高村は、はい、その、そういうふうに知恵を使って権威と戦ったのみならず、うんうん、まさにバウンダリーを超えてしまう、ボーダーを超えてしまう人物でもありまして、この井戸、ご覧ください。あー、これ京都のに住んでる人に教えてもらったことありますよ、はい、お、折島さんピンときました。そう、六道珍王寺という、ここくぐってね、そうそう、って話が通じちゃってる。そう、あのこの井戸が、はいはいはい、向こう側に通じてるんですよ、うんうん、ね、すごいなと思うんだけど、あの私はここでヒップホップの話をしておくと、はい、私は小野高村を、まあ、平安時代のトゥパックと呼んでいてそんなこと言ってるのマリアさんだけですよね、多分生きてるのか死んでるのかわからないっていう話と、うん、あとそのトゥパックって、うん、あの晩年の時間割を見ると寝る時間入ってないんですよ、うん、その朝から夜までは映画俳優として働き、まあ、夕方から、うん、深夜まではレコーディング、いや、まずそこはあれでした、ミュージックビデオの撮影があり、あ、それ夜中から朝までがレコーディングで、朝になったらまた映画の撮影で、で小野高村はどうかというと、昼間は朝廷で働き、夜は夜で閻魔様のところで、あ、書記官ですかね、うん、やって働いていたので、寝る時間入ってないんですよ、うん、はいはいはい、それぐらい働いていた人物、 あの井戸を通って閻魔様のところまで行ってたね、で六道の辻でね、そう、でそこの時にあの紫式部が猥褻物陳列罪か何かで、やっぱりあの源氏物語まかりならんっていうことなので、ね、うん、はい、多分わいせつ物陳列罪、今で言えばわいせつ物陳列罪だと思うんだけど、それでその地獄の勇気に召し取られた時に、その時に小野高村が弁護してくれたので地獄に行かずに済みました伝説、そんな伝説あるんだ。だから小野高村も多分墓は何個かあると思うんですけど、うん、紫式部と並んでる墓っていうのが、なるほど、確かに源氏物語がいあの一時代ポルノ扱いされたっていうね、うん、江戸の頃になったっていう話でね、うん、すごいじゃん小野高村、うん、なのでその働きっぷりたるや、立派な、そう、ジェームズ・ブラウンのことをハーデストワーキングマン・イン・ショービジネスと言いますが、こちらはハーデストワーキングマン・イン・ロービジネスじゃないかと、割といらない例えでしたね。確かに、はい、いやでもこの2つをつなげられるのはマリアさんだけですからね、マリアさんしかいないね。あともうちょっとこっちがあの時代的に新しい人物として、うん、新しい人下ってきますか、うん、そして、うん、はい、あの、おお、そう、佐々木道陽って、はいはいはい、かなりトリックスターの要素が、折島さん、この人はどういう人なんでしょう。これはね、足利尊氏を助けた男ね。だいぶ古いじゃないか。足利尊氏を助けて、で、尊氏のこの義明、うん、で、孫の義満までギリギリ間に合ってる。で、義満の代に亡くなってる。あ、なるほど。だから尊氏、義明、室町幕府の初代将軍と二代将軍が支えた、まあ、支えた男で、うん、重鎮中の重鎮ですよ。で、ちゃんと幕府の礎も築いたの、うん、なのに、婆娑羅大名で、婆娑羅で、で、もう、権威に逆らうこと、はい、ものともせぬっていうんですよね。皇族から貴族から割とこのケチョンケチョンにやっちゃったりとか、芸能芸術大好きなのよ。あ、そうなんだ。お茶とかお花、特に花、あの生け花あれですよね。そうです、そうです、あの童謡絡んでますよね。茶道、華道、そしてあとその歌だとレンガですかね、はい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 、あ、じゃあまあ本当に起点が効くような感じで、文化活動のパトロンをやって、なおかつむっちゃハードなパーティー野郎だったらしい。坊さんなのにっていう、おかしいだろうって。なんでそんな嫌われてんのこの人は。
そんなに嫌われてはいないと思う。ただその権威に逆らってる部分はすごくトリックスター的だなという。どうよね。ただ美男子って書いてる割にはこの絵はどうかなって思う。佐々木童謡はね、確かね NHK の90年だから平成2年の大河ドラマではね、陣内孝則さん、そうだ、陣内孝則が佐々木童謡だった。なんだよこのあるある。その時モックも出ていた。元木正弘は確かね、公家の役です。日野助友かなんかの役じゃない。元寇の変で後醍醐天皇を助けて鎌倉幕府を倒そうとするんだけど、元寇の変の時は露見してそれ失敗するんだよ。クーデターが失敗してしまって流されて殺される公家かなんかが元木正弘ですよ。そうそうそう、うん、で北条高時が肩を担ったのな。でなんでその重臣の長崎平家がフランキー堺ですよ。もう鎌倉だよ。新田義貞に攻められて一族郎党でみんなでこう吐いてる時に、延期これでよろしいかって、あの芝居が泣かせたのよ。ちょっと待って、足利の弟は足利忠義は、高島正信ですよ。あ、高島だ。兄の高氏が真田広。なるほどなるほど、その全然似てない兄弟がすごい。全く似てない兄弟がすごい。爽やかさがある。そうそう、だその兄弟をと諸共に助けてるのが佐々木童謡。さすが。で、この人がトリックスター。いや、これは文句なしトリックスターですよね。これは俺も全くもう2人で完結されちゃいました。全く、いやいや、これ全く同感。これはもう同感、全く同感。オッケー、これでもうユーラシアはもうあの北から説明しねえんだ。まあいいけど。いやいや、だから今挙げたこと大体説明してるんじゃない、うんうんうん、だ皇族や貴族に対しても傍若無人で、しかし文化に興味もあって理解があって、でまあバサラで、まあ常識外れで、はい、バサラ大名っていうのは現代語訳するとどんな感じですか。なんでしょう、ね、いやだから江戸時代であの戦国から江戸で歌舞伎物って言ったじゃないですか。歌舞伎物に近い、来年とか近いと思うよ、ね、うん、ファッションセンサーもそうだし、うんうん、そうそう。でこれでいい話があって、あの南北朝でほら勝ったり負けたりしてんだろ、うん、ほんで基本的にあの室町幕府軍って弱いじゃない、弱いのよ、うんうん、だからすぐその南朝方に京の町を取り返されちゃったりするわけだ、うんうんうん、その時に童謡が、うん、その撤退するぞって時にさ、その屋敷なんか火かけていけばいいじゃない、うん、それをわざわざその茶道具とかなんかすごいしつらえちゃって、うん、もうなんだろう、もう襖絵とか天井なんかもうキキラキの絵でこう綺麗に飾り付けて、はいどうぞこのまま接収してくださいっていう風にして渡すのよ。ほんで南朝方の楠木正則っていう楠木正成の忘れ方みたいな、はいはいはい、湘南公と言われた正成正綱だ、うん、大南公が楠木正成だからね、その息子長男が正綱な、帰らじと枯れて思えばあずさいる泣きかずにいるなおぞとどもるの湘南公正綱の弟の正則、その楠木正則が京の町に入って童謡の屋敷を接収した時に見事だと、うん、なるほど、敗軍の将ここまでしつらえるか、見事な振る舞いなりと言って帰って敵が褒めたたえた男、それが佐々木童謡ですよね。俺だけ、俺がこうしてるの、いやいや、はい、そういうことです、そういうことです、はい、ありがとうございます、はい、すいません、もうね、これ病気の症状を見ていただきます。ユーラシアをもう西から東まで行ったことにしよう、はいはいはい、ね、西から東までスカンジナビアと日本しか随分、まあ、随分真ん中ワープしたよな、まあ、大和並みのワープしたぞ、今だってインド、中国も一応頭の片隅に入ってたよっていう。あ、そうそう、でも、郊外寺がトリックスターって言われてもなーって、郊外寺ってあの西遊記とかに出てくる、あの英語で訳するとレッドボーイになってしまって、なかなかかっこ悪いという彼、うん、はい、なので、まあ、それはまたの機会にしてですね、はい、次は、はい、もういきなり飛んでですね、メキシコ、メキコといえば、はい、私はウィツィロポチトリをしたいですね。これなんか見たことあるあるでしょう、うん、このね、これトリックスターなの、この神様発音がもう、もうどれだけ点を打てばいいんだっていうスペルでしょ。発音記号正確だな、また。これ文字見てるだけでおかしいからね、うちのポチトリね。しかも実はこの鳥って言ってますけど、これ我々だけの発音で、T と L を一緒に、いっぺんに発音する、クッっていうあのクリンゴン語に、うん、いや、クリンゴン語は実はあの アステカのナワトル語からヒントを得てる。そうなんだ、これ我々は普通には発音できないからしょうがないから、ウィツロポチトリと呼んでますが、ウィツロポチトリ、その名前の意味が面白くて、ハチドリの左もしくは南のハチドリ、全然意味が分かりませんが、左が南なんですって。だから人が西を向いてることが前提みたい、アステカは。そこはまず
まずエイリアンでしょ我々には、そして太陽が出る方向じゃなくじゃないないんだ、北でもなく太陽が沈む方向、西なんだ、あの西行越しんだろ、西行、西行ってなんで西行っていうかっていうと、西のあれは西方浄土なんだって、まあ、だから 西方浄土に行く人の略で西行だから、死神みたいなそのニュアンスのネーミングなんだ、まあ、そうだよね、うん、日本だからレスラーで言ったら完全にヒールの名前なんですよ、ああなるほどなるほど、西行ってそっかそっか、あ、そういうことか、それちょっと連想しちゃったんですけどね、西に西っていうとね、割とやっぱ日本ではネガティブな、うん、その死の世界を象徴する場所ですよね、うん、そっち向いてんだ、そっちで彼は南なんだけど、じゃあ南、うんのハチドリと聞いてて、ハチドリっていうのが何、ハチドリ、ハチドリっていうのが、うん、ハミングバード、ハミングバード、南のハチドリどっちかというと楽園の小鳥にしか思えないでしょ、うん、これがめちゃめちゃ強い戦士という意味らしい、ハチドリ、そう、へえ、南側左側が強いらしい、でもはやね、だからその時点でむちゃむちゃエイリアンなんですよ我々と発想が全然違うっていう、でこの人の、まあ、あの出生時の話、ちょっとね、あの人間バージョンの姿もあるんですけど、なんすかこれは、情けないのでやめようと思うでしょ、可愛らしいじゃないですか、やっぱりこっちじゃないとっていうね、うん、まあね、あの、うん、例え入れてるのは私じゃないです、うんうん、はい、でこの人はもしかしよくできたタトゥーだな、本当、いや、この絵を頑張ってやりましたね、ねえ、これ3代目堀吉さんの腕前じゃないですよねこれね、いや分からないと思うさすがにこれメキシカンでしょ、タトゥー入れてでしょうね、これ日本人でこれ入れたら相当、ね、すみません、ケサルコアトに入ってましたが、ウチルポストリ、女神コアトリクエが山で羽毛を拾ったことで妊娠します、いきなり話がわけわかんないです、うん、で、その妊娠に、を知って女神の娘と息子たち合計400人が怒ります、400人もいたんだ、そう、なぜうちの母親はこの段になって、こんな段になって妊娠するんだ、うわーって、なんてことしてくれたんだ、そう、で母を殺そうとします、うん、がその瞬間にこのウィチロポストリが爆誕ボーン、おーで、兄弟400人を血祭りにあげる、生まれた瞬間にみんな殺すだよ、恐ろしい生き物、そんなに殺すだよ、エイリアンな上に恐ろしい生き物で、で、この神の役割が、まあ、戦争の神と太陽の神で、太陽なので常に闇と戦い続けなくちゃいけないので、人間の心臓を1日1個食べます、だから1日1個捧げなくちゃいけない、動力源が心臓なんですね、生贄の神でもある、で、あとアステカ民族の何て言うんですかね、氏神様的な、立場でもあって、でそのアステカ民族はそのアストランというその伝説の故郷に住んでたんですが、ある日ウィチロポチトリがこの都市を捨てて新たな故郷を見つけるべく旅に出ようと、そう言われたので、あ、アステカ族は旅に出る、ね、しかもあのこれまではアズテックと、ね、アステカと名乗ってたが、これからはメシカと名乗られた、うん、それがメキシコ、あ、なるほどね、そうなん、じゃあそのメキシコの名前の由来にもちょっと携わってる人、そうなんです、なるほど、そうか、で、あとはあの また例によって甥っ子を殺してですね、甥っ子と対決して甥っ子を殺して、その心臓をある湖に投げ入れるんですね、うん、で、それから、そのアステカの人々、メシカの人々のところにまた出てきて、その心臓がある心臓が眠る場所に町を築けと、うん、そこが永遠の住処になるだろうと、うん、でもそこが どうやったら分かるんですか、うん、と聞くと、はい、そこにはサボテンの上でイーグルが蛇を食べている場所だと、はあ、それが国旗、それが国旗になってるの、だからメキシコの象徴する神でもあるんですが、兄弟400人一祭りです、これこの、ね、国旗にはこうそういう物語が、ね、メキシコの国旗ってこうなってんの、こうです、これサボテンの上に乗ってる、湖の中の岩に生えているサボテンの上で蛇を食べているイーグルです、
これ国民があのパーッとあの早書きでは書けない図柄ですよね。絶対書けないですよ。湖の上にあるのはリッツじゃないですか。違います。なんかスナックっぽく見えるな。スナックっぽく見える。アルフォート逆さにしたやつじゃん。沢口靖子は出てこないんだよ。むしろアルフォートだと思う。アルフォートだと思う。ただすごい、それぐらいそのメキシコを象徴する神ではあるんだけど、ちょっと問題があるのは、そのウィチロポチトリ殺しすぎだっていうことで、殺しすぎ大逆殺。ユーモアはどこに。そうなんです。ユーモアを読み取るのは難しいことが問題なんだけど、ただ今残ってる我々が知っている資料というのは全て、あの侵略者スペイン人が書き残したものなんですよ。あ、そうなんだ。だからそこに捏造とか脚色とかがあることは多少確保しなくちゃいけない。あのコルテスとかあの辺のあれ以降の人たちが書き残してるので、じゃあちょっと現地の人からすると親しみやすい神様でもある。でもあるんだけど、そこの記録にはその15世紀時点での彼らではなくて16世紀以降に、なるほど、その多分コルテス以降のなんだろう侵略者のうちのちょっと心ある人がその話を聞き取って書き残しましたぐらいの感じなんじゃないかと思う。そうなんだ。メキシコの由来になってるね。で しかもあれですよ、だってそのスペイン人たちはその彼らが築いたテノチティトランを埋め立てて街作っちゃうんですよ。でそれが今のメキシコシティですから。そうなんだ、すごいな。まだメキシコにまでしか行ってないんですが、神話の世界が荒唐無稽すぎて、もう最高でしょ。最高っすね。もう400人いき、生まれた瞬間400人。最高っすね。なんかちょっと天上天下唯我独尊とかまだ可愛いなっていう。可愛いもんですよ。殺してないし。400人ぶち殺してるってすごいな。しかもみんな兄弟なわけでしょ。そう。すげえわ。ヤマトのオロチにわざわざ酒飲ませたりして酔っ払わせたりするの可愛いだろ。ああ、可愛いよ。またね、ちゃんと手続きがある。手続きある。メキシコ手続きないよ。ないさ。メキシコ手続きない。いいな。なんか。で、まあ、はい、せっかくなのでアメリカの話をしておくとですね。はい、まあ、アメリカではあるんですが、はい、アフリカ系アメリカのトリックスター。ーうん、これはね、私がトリックスターと言ってるだけじゃないんです、はい、証拠があります、ご覧ください。アメリカントリックスター。おお、アメリカンギャングスターみたいなノリでアメリカントリックスター。ここで最初の話に繋がってました。ラビットそう、で多分ピーター・ラビットはある程度これをモデルにしてる。マジっすか。そうです。まあ、ちょっと狐と喋ってますけど。喋ってますけど、これどういうこと。まあ敵なんですけど、これここでの狐は、我々東アジア人が考える狐よりもだいぶ強い立場なので、まあ雇用手ではないけれどもそのお兄さん、ウサギを捕まえてシチューにしようとして毎回失敗する役です。なるほどなるほど、ちょっとマネさん らしからの文字が見えるんですけど、トラウマ、トラディション、アンドブラザーラビット、トラウマなんてなんでトラウマなんだろうっていう、でもこれがそのアフリカ系アメリカ人のトリックスター。へー。でとても賢いが時として、泥人形に化かされて、泥とかそれ泥人形のタールベイビーって言うんですけど、タールベイビーにパンチしたらタールなので手が取れなくなりみたいなバカ話、かわいい話あったり、だけどそのだいたい狐を化かしてたり狼を化かしてたりするという。でこのブラザーラビットなんですが、それをブラザーラビットって言ってて、だからBRER なんですけど、今だったらブローって書くとこですね、 BRO って書くとこでしょうけど、当時のナワリっぽく書いてるのこれはね、ブレアラビットって書かれちゃうから嫌なんですよ。だから私ブラザーラビットって書くんですよ。ブレアって言われたらあの女好きのイギリスの首相になっちゃうもんね。俺私も首相のこと考えてへえ。でこれが重要なのは、そのだから奴隷の物語だということなんですね。そうなの。そうなんです。だからディズニーにはやってほしくないんだな。ディズニーにブラザーラビット&ヒズフレンズってどこがフレンズやねん、と思うので、それをやってほしくなかったんですけど、黒人民話集になってるんだ。そうなんですけど、黒人民話集っていうのがこれが、あの奴隷制時代良かったよねっていう白人が書き残したものなので、モアブルシットなんですけど、だから素晴らしいのはこのリーマス陣営の物語っていう、これをだからまあだから文化的な東洋なんですよ。でこれをさらに黒人が語り直したの本が、なぜかインドの絵本出版社が出てるのが最高なんですよ。これ朝日インドのインドの絵本出版社、タラブックスという、あそこから、
アメリカ南部の黒人詩人アーサー・フラワーズさん、大学教授でもあります、この人が、書き直し、なおかつ CD 付きで語ってくれてるという、でもう一回言いますけど、これが重要なのは奴隷の物語であり、つまりウサギというのは権力はないけど知恵が回る黒人奴隷たちのことで、そういうことなんだって、飼われているみたいな、そういうニュアンスも入ってる。いやいや違います、主従関係っていうのは誰とあるんですか、ウサギは。いや、ウサギ主従関係、ウサギのところで主従関係見えないんだけど、ウサギは弱くて、うん、だけど頭が切れて、スマートで、うん、とても足が速く、知恵が回 る。その点ライオンやオオカミは権威だけはあるけど、うん、頭が悪い白人農園主の役なんですよ。あ、なるほどね。こうやって権威を笑いのめし、世の秩序をひっくり返すのがトリックスターの役割であり、パイ衣にくるまないと ね、うん、そう、動物という、まあ、形にちょっと固くしてたわけですね。そうしないと当然、当然無知打ちに合うんで、積み方をしなきゃいけなかったっていうね。面白い。なのでまあブラザーラビットね、まあ一応ピーターラビットから始めたところまで一応たどり着いたかな。なるほど、はい、ありがとうございます。いやいや、お見事でした、マネーさん。すごいじゃないですか。いやトリックスター、うん、なんかもう大抜きタイプのなんかあのほのぼのした曲がこう耳から離れてるもうあのイメージでピーターラビットなんか見られないだろピーターラビットのとか見えないだろ、もう見れないだろ全く。俺大抜きタイプさん好きだけどさ、いや、わかんない、うん、そうですね。もうあの曲のままイメージで見らんねえよな。面白い。そうだったんだ。ウサギね。へえ。まあトリックスター。はい。まあいろいろね、まあ丸谷さんのおかげで世界中飛び回った感じありますけれども。えらいスカスカに飛び回りました。まあまあでも。いや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 。スタートがスカンジナビア半島だったのが良かったですね。旅行した感ありましたけど、折島さんどうでしょうか。いや今日はなんだかんだ言って、まあ、さすがマネーさんでやっぱ最後アカデミックな着地点だな。あ、本当に、うん、よかったです。本当ですよね。ロキも出てきたし、佐々木道よりも会えたし、そうだね、佐々木道よりも会えたことないって結構てんこ盛りだったんじゃないか。そうですよ、もうですよ、もう、ありがとうございます。まさか鎮西八郎ためともがって鎮西八郎ためともの話をしたかった。弓張り好きの話もできたし、たまに由井小説の話もしたいとか言うだろう。由井小説、慶安太平記ね、これ徳川の天下を覆さんのこれ朝廷の講談だから、これなんだけど、うちの母親パタリロのバンコランを見るたびに優位小説でもマリアさんの髪型もちょっと優位小説っぽくないぞ。もうちょっとこれ伸ばしたらね、だいぶ伸ばしたらね、優位小説。話が通じないけどね、あなたの髪型優位小説っぽくないですかで、拾える人いないですけど、マルハチ中やな、はいはいはい。じゃあマリアさん、はい、なんかお知らせとか。 ありがとうございます。大事な、まあ、あの先ほども言った通り、本当にあのしゃべくりが、はい、メイン、しゃべくりというね、しゃべりがメインになってまして、はい、ここからはですね、このように、6月28日、2020年のことですね。そうです、2020年の6月28日日曜日、はい、6月28日というのが、あのストーンウォールの日といって、あのサンフランシスコのストーンウォールというゲイバーで反乱が起こった日なんですね、だから6月はあの LGBTQ プライドマンスなんですけ ど、なのでスタートレックの中の LGBTQ 要素を見直すトークを2時間、30分休んでから、スタートレックと関係なく LGBTQ アンセムをかけるイベントを2時間、はい、そしてその翌週、翌週とか同じ週からテクニカリ、7月4日土曜日には、ヘビーメタルをかける。お、実はヘビーメタルも好きだ。メタル好きなの。うおー、ホースターとかって好きなんです、すみません、それで2時間半ほどヘビーメタルをやった後に、重金属の小部屋、重金属の小部屋をやった後に、カリフォルニア州に住んでいる町山智博さんと、Zoom でつないで、アメリカ映画を語ると。7月4日にアメリカ映画っつったかね、たまたまなんですけど。いやまあまあ、でももうね、もう巡り合わせとしては最高じゃないですか、独立記念日。たまたま、ね、そう、たまたま7月4日になっちゃったんで、これはあの、おちゃらけた話してる場合じゃないですねっていうことになって、まあ、あの、真面目に人種映画の話するか、はい、というわけでございます。6月28日と、そして7月4日とね、はい、まあ、丸谷さん、ツイッターもね、なさっておられますし、はい、まあ、いろいろ活動なさってるんで、ぜひ追いかけていただければなと思います。はい、ありがとうございます。というわけでね、丸谷さん自ら G オリシマーズを名乗っていただきたい。これは米粒社協と丸谷久兵衛ではなく、サンキュー達夫と G オリシマーズ。そうなんですね、鶴岡雅之と東京ロマンチカなのか。ありがとうございます。ありがとうございました。丸谷久兵衛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。視聴ありがとうございました。